不動産。不動産。の代わりがお前だな。6時間だよ。夕方の6時起床の。スマホを見て。まずパズドラに1500円課金する。あ、置き方でログインボーナス、逆ログインボーナス。置き課金っていう。そいつうるさくて何も取れねえ。置き課金という、うん、起きた瞬間課金することのために指すを行います。はい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 、はい、どうぞ。はい、もしもどうぞ。はい置き課金を行いまして、はい、ホットフェス来てました。はい、聞きました。はい、甘いの出ませんでした。甘いのやつなんか、甘いの出ませんでした。甘いのは出ませんね。甘いのってなんだろうと思って、逆に甘いのは考えちゃった。あんまりいいの出ませんでした。はいはい、次スイッチ開きます。はい、スイッチ開きまして、スプラトゥートゥースプラトゥートゥトゥートゥーコーブみたいな。スプラトゥーン2にマジで聞こえた今。スプラトゥーン2 2 4 スプラトゥートゥー2スプラトゥートゥー2何回2やんだろう。スプラトゥートゥー2を やります。はい、3時間結構やるね。30分やりました。まだ流行ってたか、駆動の中では。飽きました。マリオカート8デラックスをやります。はい、マリオでクッパキャッスルやりました。はい、飽きてやめました。はい、続いて暇だと思って伊藤さんはバイト先のダイエーに行きました。はい、ラガービールとビールを3ケース、箱それでもロッカーのやつさすがに、さすがに18缶とラガービール18缶と枝豆1キロ買いました。帰って大体7時半です。8時でした。はい、枝豆をつまみにラガービール12本開けました。はい、しかももうあれやもん、夕方だったんですよ。枝豆1キロ完食したもののラガービール6本残っちゃった。
まあなんか適当にやってて気づいたら9時半でした。おお、なるほどね。ちゃんただバッドエンドじゃん